ドローのフェイスは、スクエアかもしくは少しオープン気味にしておいて、先ほど言ったようにボールがあまり捕まらないような状態を作っておいて、比較的クラブのこの横の開いて閉じる動きが、少し、強調されるような動きになります。最初から閉じているものを閉じてしまうと引っ掛けになってしまいますので、少しスクエアもしくは開いたような状態から開いて閉じながら当たってボールを包み込むように使ってあげる。ですからフェイスとしてはスクエアか少し開く。これが、打ちやすいと思います。